はいどうも皆さんごきげんよう、セブンと申します。それではね、ロストジャッジメントを裁かれざる記憶、前回からの続きやっていきましょう。前回どういう流れだっけ。いや、終わり際覚えてるんだけど、あ、そうだ、ここに来てチラチラ喋ってたら窓ガラスバーン、殺すぞーみたいな、いや、マジそんな感じで、あの俺とカイトーさんとのもう一人、なんかクワナっていうやつと、なんか追っかけっこみたいな、でハンピンデューマンのやつらだったんだけど、ギャング、横浜のギャングだったんだけど、ちょっと待って警察犬おるやんけなんだっけこいつの名前、こいつ忘れちゃった、なんだっけ、散歩に連れてくか、あ、やめる、よし、やめとくか。ランポだ、ランポちゃんも仲間になりました。そしたら、ごめんなさい、ごめんなさい、話がぐちゃぐちゃになっちゃった。簡単に言えば、杉浦とつくもがちょっとやられてしまいました。許せませんね。だから何としても、いじめっ子を殺した、みこしばを殺したやつらを捕まえようと意気込んで、本日、神室町に舞い戻り、再び舞い戻って出原の尋問をします。ごめん、ちょっと話がぐちゃぐちゃになっちゃったけど、わかるよね、これで。わかるよな、みんな。とりあえず、久々のカメル町、戻ってきました。ほんと、最初以来じゃない？どうした？何、海藤さん。どうかした？なんか、さっきから、いつもより街がざわついてる気がすんだよ。カメル町は関係ないでしょ？何それ。野生の勘ってやつ。そうかもな。まあいいや、よくわかんねえことをうだうだ言ってもしょうがねえ。まあ、じゃあとりあえず沙織さんとこに、江原と接見する前に軽く打ち合わせないと。そうだね、ちょっと久々なんで道とかがわかりません。カモル町も久々、ここもだって結構うろうろできるんでしょ。あ、なんだ、ここでハンピンリューマンとか出てくる。おう、ちょっと待てたわ。どうした。いつになくチンピラがちょこまか動いてるな。やっぱりなんかざわついてやがる。ざわついてる、そうかね。確かになんか聞き込みしてんだ。なんか、お前ら見た顔だ、確かここらの探偵だよな。まあそうっすね。だったらこの男知らねえか。何年か前この辺のガールズバーで雇われのマネージャーやってたやつだ。お、初めて見る顔だ。見たことあったとしても記憶にないな。みんなしてその男を探してんのか。ずいぶん人借り出してるみてえじゃねえか。そうだよ。でこいつを知ってんのか。ああ待て待て、今思い出そうとしてるとこだ。ところでそもそもガールズバーってのは店のもんがみんな女の子なんじゃなかったか、こいつは裏方のマネージャーだったんだと。姿消した日も普通に店で働いてたのに、それがふっと消えちまった。お、失踪したってこと。いつ。5年前。神室町で人が消えるって、まあ割と聞く話だけどさ、5年も経ってそれ探すっていうとなかなかないよね。そいつの名前は。だいたい誰が探せって号令かけてんだ。なんだてめえら、先に聞いてんのはこっちだろうが。なめてんのかこら。なめてんのはどっちだ。人に物聞くならそれなりの態度があんだろう。そもそも探偵からタダで情報もらおうなんてな、こっちはそれが飯の種なんだから。確かにな。すかしてんじゃねえぞ。おい。こんなすぐ手出しちゃって、ヤクザの方がまだ肩気に気使ってたもんだよ。本当だよ。叫んで。さ、町の半グレたち、カムロ町戻ってきたな。さ、エンブジェイ。強い。お
大人な勝手な想像しちゃった、間違えちゃった。俺よしよし、やっぱ強いっすねここいらの敵は。はい、カムロちょっと治安が悪すぎてこんなこと実際の歌舞伎町でもそうあるのかな。そんなことないよな。でもやっぱり横浜とはにぎわい方が違うね。こっちの方がやっぱにぎわってる。正直ヨガマの方々がめっちゃ切れる可能性があるけど。ヨガマの賑わってます。いやヨガマより絶対カムロ町の方が賑わってます。えな、バグったすごいすごいバグり方した、ヨガマをディスったら。あ、埋まっちゃった。うわ怖い、本当にバグっちゃったな。大丈夫かな。プレステ5、おい勘弁してくれ。プレステ5買ったばっかりなんだ。よし、行って。やべ。よしよしよし。ちょ、待って。あ、待って、今回復しようとした。ね、難しい、このゲーム。お、お、コンビネーション技。おお、かっけえ。クローズコンバット。俺をどうやって出すんだろうと思ったら掴みで近づくのか。よっしゃ倒した、やっと倒した。難しいなこのゲーム。どうした、もう終わりか。もう終わりか。カムロ町のチンピラも質が落ちたな。カイトさん、なんだあいつ。阿久津か、阿久津ダイム、知り合い。元登場会の極道だ。なんだ、やんの。いい、勘弁してよ。元極道ってのもいろいろだね。八神探偵事務所。どういうこと？いっさあんたらにも仕事くれてやるかな。依頼内容はもう聞いたろ。人を探してる。なんでなんだ。人を。アングレ集団 RK 最高幹部阿久津ダイムっつってたな。探してんのはガールズバーのマネージャーってんだろ。お前が温度取ってたわけか。いや。この剣仕切ってんのは相馬だ。あいつが取ってきた仕事だな。最初に見つけたやつにはたっぷり金が出る。今カムロ町中でレースになってんだよ。なるほどね。相馬って RK って半グレのリーダーだ。そいつも元登場会で相馬和樹。登場会みんな半グレになっちゃってんのかよ。確かに極道は縛りばっかきつくて上の席に飽きが出ねえ。そのくせ上がりをよこせた。ダイモンのメンツだ。うるせえことばっかだなあ。カイト、なんだったらお前も一緒にこっち来るか。三下が慣れ慣れしい口聞くんじゃねえ。あとあれだ、組織の仲間をやられりゃ返しをしなきゃならねえとか。なるほど。ほんとはそんなもんどうでもいいんだ。返しはしない。その代わり気に入らねえやつがいりゃただ後ろからこっそり刺しゃいい。音も立てずにぶっすりと行く。背中には気をつけんだぞ探偵。それが嫌なら俺らに気に入られるようにしな。次は警告なしだ。なんだ、阿久津だっけ。登場会では報われてなかったのかな。ああ、腕っぷしと度胸だけいいように使われた挙句、何もいい思いする前に組がなくなっちまった。なるほどね。相馬ってのも同じ。極道でなんとかのし上がろうと歯食いしばってたのが、
結局組の解散で全部パーになったわけだ。ふーん。で、その手の元ヤクザたちが半グレのうぞうむぞうを束ねようとしてるらしい。裏社会に RK ってネットワークを作ってる。 RK？ なんかの頭文字？知らねえよ。ヤクザやめていきなり横文字になっちまった。登場会にとって変わるってほどじゃなさそうだけど。ああ、だがその分敷居が低くて手っ取り早く金が欲しかっただけの仇が RK に近づくとコロッと半グレに転んじまう。厄介、ね、だな。登場会といや、最近東と会ってる？あ、どうしてのあいつ？あいつはもっと登場会の中じゃ救いのある方だ。組からゲーセン託されてそのオーナーに収まったからな。ああ、なるほど。そのままゲーセンのオーナー。組にいて若いもんも働かせてやってる。お前もたまには顔見せてやれよ。いや、あいつ俺が慣れ慣れしくすると嫌がるもんでさ。そうなんだ。お、いいね。結構経験値くれた。経験値振るか、ちょっとね。でもどうしよっかな。結構ね、レベルは、レベルってか経験値ゲットするためにその辺のヤンキーどもボコボコにするみたいな会話してたんだけどね。どうしよっか。いや、まずちょっとためよう。ちょっとためよう。うん、ちょっとためよう。ただ体力は回復しとこう、念のため。この先何かあるかもしれない。いらっしゃいませ。よし、飯めっちゃ食う。いただきます。ごちそうさま。お、街で喧嘩するといいものを拾える。ラッキー効果、こういうラッキー効果がたまに発動して、なんか戦闘に何こういうドロップ率が上がったりする。ただまあ街で喧嘩とか俺はしないのであんまり意味ないかな。まあ飯食うと、まあ、いいこともあるよって感じだな、簡単に言えば。だってここでもスケボー乗れる？スケボー乗れないか。歩行者天国は乗れない？なんだ、あ、喧嘩だ。あ、ここだ、源田法律事務所。さあ着きましたね。久々カメロ町、マジでずっと横浜だったからな。沙織さん、八神さんたちがいらっしゃいました。お待たせ。こっちの準備は整ったよ。そっちはどう、沙織さん？ええ、お待ちしてました。江原との接見に向かいます。まずはとにかく彼がどこまで三越場殺害に関係しているか、それを探る必要があります。確かに。でも難しそう。今までの状況からすると江原が協力的に話すとは思えんな。ねえ、ですから今日こちらから八神さんたちが出向くことは江原に知らせてません。不意をついた方がいいと思って。わかった、それでいいよ。なるほど。では八神さん、行きましょう。さあ行こう。俺は一旦事務所に戻るぜ。江原と接見したらお前も帰ってこいや。年末くらいうちの事務所も片付けねえとな。まずは飲みかけのボトルを開けるとこからだ。オッケー。さあ、お、セーブができるようになってる。あ、ちょっと間違えちゃった、間違えた、違う。さっきまでね、なんかよくわかんないけど。え、何？ちょっと待って、話を聞かせて。セーブできなかったっすね。僕は留守番してますよ。沙織さんをよろしくお願いします。オッケーオッケー。どうやら江原は厄介な相手だぞ。俺にもできることありゃ何でも言ってくれ。了解でございます。さあ、じゃあ江原行きますか。ちょ、本気で、あ、ちょ、ごめん、違う。え、何？これどうすんの？タクシーで東京高知所まで行く。すみません。お、あ、沙織さんは話せない。オッケー。沙織さんと星野くんって付き合ってんでしょ？まだどうにもなってないって源田先生言ってたけど、どうにか ならないのかな、今作で。タクシーはどこ？タクシーどこだ？タクシーはどこだ？探すか。あー、近い、オッケー。
よし、じゃあ東京拘置所行きますか。初乗り410円。え、東京の方が安いの初乗り。あ、よし、じゃあ行きましょう。びっくりするだろうな。誰だお前。もう判決は出たんだ。弁護士さんのお仕事は終わったんでしょうね。私もそう思っていました。でも偉人町で見つかった死体が江原さんの予言通りだったものですから。ねえ、予言なんて大げさな。経過されてんな。こういうのって記録されたりしないの？迷惑防止条例違反被告人。星野先生はクビンでもされましたか？矢上と言います。以前は源田法律事務所にいました。今は清涼高校でミス研の外部指導員っていうのをやってます。清涼高校？4年前に敏郎君が通ってたあの学校です。横浜の。たまたま別件で向こうにいたんですが、急遽こちらの白崎先生から応援を頼まれました。なるほど。それで今日いらしたご用は？おとぼけはなしでお願いします。先日三越柴弘の遺体が偉人町で見つかりました。問題はどうしてあなたがそれをご存知だったのか。さあ、夢に見たんですよ。そうであったらいいなと思ったことを口にしただけです。どうしてそういう夢を見たんでしょうね。説明する必要がありますか？三越柴が敏郎君の仇だからですか？そうだよ。第三者委員会の調査でもその後の裁判でもいじめの事実は確認されなかったですよね。息子は三越柴に金をせびられ、それを拒むと陰湿な嫌がらせを受けていた。成績優秀な三越柴の先導でクラスの誰も手を差し伸べず、敏郎は暴力や屈辱を免れるために家の金を持ち出していた。江原さんがそう確信しているのはなぜですか？その根拠は？そんなものがあれば学校との裁判に負けちゃいない。ところで私の罪状はただの痴漢だ。全部認める。満員電車で魔が差して OL の尻を触った。控訴してやがくつもりもない。だからあんたら弁護人はもう用済みということだ。江原さん、待ってください。そんな義理はないな。矢上さん、三越柴弘の死に際はとてもむごたらしいものでした。恐怖と苦痛の中で殺され、遺体は腐るまで放置されていました。大変結構だ。単色で言えばやっぱり、江原は黒だ。三越柴殺害に噛んでるのは間違いない。今すぐ江原の気を引いて引き止めないと俺が警察以上に情報を持っていることを分からせるんだ。警察以上に、これはどっちだこっちかこっち。でも警察にこれを渡したから警察にない情報は今のところこれしかない。これだ。これ見てもらえます？なんだそれは。どこかの防犯映像。俺が思うに彼らが三越柴殺害の実行犯です。ほう。偉人町で事件を嗅ぎ回ってた俺が目障りだったみたいです。この映像の直後、俺の仲間がやられました。俺も危うく偉人町のギャングに袋叩きにされかけた。初めて連中が俺に近づいてきたのは清涼高校の沢先生と待ち合わせた時です。沢先生のことはご存知ですか？彼女は4年前敏郎君が亡くなった時にも清涼高校で教えてたんです。ああ、裁判で証言しているのを見たよ。
敏郎へのいじめはなかったと。確かにそう言ってました。いじめを隠蔽した教師たち、学校、弁護士、彼らのことも殺してやりたいほど憎いと思った。でもやはり一番悪いのは神子柴だ。制裁を加えられるべき筆頭だ。そんな人間がのうのうと教育実習など受けていられるんだから、つくづく間が抜けている。結局法なんてものは機能していない。そんなもんに人を裁く資格もない。やっぱりあなたが神子柴殺しを主導したんですね。実行犯は複数人だった。神子柴を殺したあいつらは誰なんです？あんたはどうやって連中を動かした？違う。全然違うよ。伊原が主導じゃないな。え？そういうことか。石鹸の印象として江原はやはり黒ですね。まあでもそうね、関わってはいる。神子柴殺害の実行犯たちとどうつながっているかがつかめないと何も追及できません。ああ、何を聞かれても余裕って感じだったな。江原とこの連中がどうつながってるのか。くそ、こいつらが偉人町にいたのは間違いないんだ。俺のすぐそばにいた。なんとかうまく連中を見つけられるやな。ではまた偉人町に戻るんですか？いや、とりあえず今夜は神室町の事務所に戻るよ。海藤さんもいるし。わかりました。また何かあったら連絡します。だから神子柴に恨みを持ってるやつじゃない可能性があるよな。あ、今ピーポーピーポー言ってるんだけど、これゲームが鳴ってんのかなと思ったら外だ。あれだな、神子柴に恨みがあるやつじゃなくて、もしかしたらなんかいじめが許せないみたいなやつらがいて、たまたま江原 の息子をいじめてたやつをボコボコにしたみたいな、殺したみたいな感じかな。正義のためにみたいな感じで。ありえそう。海藤さん戻ったよ。何見てんだ海藤さん。 お前スクモからのメール見たか？え、いや、ついさっきだ。とにかくこれ見てみろよ。何じゃ、どういうこと？殺人動画だ。は？神子柴が殺された時の動画がネットに出回り出したって知らせがあった。お願いします、もう許してください。これ以上はもう敏郎君のことはこの先一生謝りません。償います。大したことしてないんですよ。自殺するなんて思わなかったんです。マジかよ。顔が出る。だから自分の手で神子柴を殺すことはできないはずだった。だとするとこれは何だ？理屈で考えりゃ痴漢のアリバイと
今流れた映像のどちらかが偽物ってことだ。だが俺の感触じゃ、まずこの映像は本物だよ。合成とかディープフェイクじゃないってこと？もう一度江原と話をしないと。いやでも無理でしょう。一体何をやったんだあいつは。何が起きてんだ、何が起きてるんだ全く分からない。だから強力な警察官による力、アリバイが教育実習生殺害。矢上は同じ日に起きた2つの事件を同時進行で追っていく。だがそのキーマンである江原明宏と対峙した直後、何者かによってある動画がネット上に公開された。そこでは罪を免れた者の首を鋭い復讐の刃が切り裂いていた。マジで意味がわからない。チャプター05フェイクニュース。え？ネットじゃだいぶ騒がれ出してるな、あの殺人動画。テレビではまだみたいだけど。ええ、憶測とデマ、全く当てにならない情報が錯綜してます。ハレンチ警官が実は息子の復讐を果たしてたと、そういう可能性が出てきたんですからな。するとかつて江原を叩いてた人を叩く人に、まだ何が本当か見えてないと自重する人、ネット民の反応も様々です。なるほど。あの殺人動画は本物かな。ほら今時は CG とかで何でもできちゃうだろう。いわゆるディープフェイクですね。確かに AI の進歩などで非常にリアルな捏造動画が作れます、うん、例えば有名なところですと、アメリカ大統領に嘘の過激発言をさせている映像とか、他にも本物にしか見えないようなものがいろいろとありましたな、うん、そういう映像が嘘かどうかってちゃんとわかるもんな。動画データに加工の痕跡が見つかれば、それを加工映像ということができます、うん、ちなみに僕の方で江原の殺人動画を解析したところ、そういった痕跡はありませんでした。じゃあちょっと可能性薄そう。十中八九本物でしょう。やっぱり。しかしそれでも絶対に加工されてないとは誰にも言い切れません。まあまあまあね、法的にもあの動画だけで江原の殺人が証明されたとはいかないでしょう。なるほどな。例の動画がネットに上げられたのはいつ、どこで。アップされたのは昨夜ですが、出どころははっきりしません。海外のサーバーを何箇所も経由されてるようで、ネットの魑魅魍魎が覆い隠してるんです。なるほど。そっか。ただあの動画が本物でも偽物でも、ネットに流したのは実際に御子柴を殺した実行犯たちだろうな。なぜです。だってさ、御子柴殺害の状況を全部知ってなきゃ、あんな映像を捏造もできないだろう。確かに場所も合ってるし、御子柴が殺された時のポーズも床に落ちた血の感じも、俺が刑事から聞いた状況と全く食い違ってなかった。なるほど、確かにそうですね。あいつらに折られた指が痛みます。でもあの連中がわざわざ動画を拡散したのは何だ、どういうメリットがある。え？バカ。わからない。世間を探せるためか、捜査を攪乱するためか、とにかく江原にもう一度会わなきゃな。また江原と接見しなければなりませんね、矢上氏。
城崎先生にお願いできるのでは？だな、そのつもりで。うわ、全くわからん。もう一回石鹸まで行くか。ちょっと気に…いや、でもここで終わるか。どうしよう。とりあえず話聞くか。江原は三越馬殺しを疑われないようにわざわざ同じ日に痴漢したんだよな。だが今度は逆に殺しを自白するような動画をネットへ公開中だ。どういうつもりなんだ？その質問に答えられんのは多分江原だけだね。すぐにでも話したい。んじゃ、沙織さんとこ行くんだな。ちょっとまあじゃあ、いや行くか。ちょっと気になりすぎる。俺が気になるからやる。おっと、なんで飛び降りた今お前は。よし、じゃあちょっと向かいますね。よし、着きました。沙織さんのところ。待って待って、なになになに、びっくりした。あれ、真冬？おい、懐かしい。なんで彼女？久しぶりだな、真冬ちゃん。ええ、もしかして八神くんたち今、沙織と動いてる？まあまあまあ。ゆうべ流出した例の殺人動画の件で。ケンジだっけ。真冬は東京地検のれっきとした検事だ。そして沙織さんと同じ大学を出た親友でもある。同い年の美人検事と美人弁護士。法曹界には彼女たちの隠れファンが多いらしい。そうだ、お前も江原の件でここに。そう、東京地検はその話で待ちきりだもん。特に上の人たちは大慌てだって。わかるよ、検察は江原を痴漢として有罪判決を出させた。でももしあの動画の殺人が本物なら判決は間違ってた。痴漢は冤罪だったってことになるもんな。うん、ただ検察としては実刑まで出てるのにやっぱり間違ってたかもなんて言えないでしょ。一時期は何度もテレビで流れた事件だしね。法の番人としてのメンツに関わるわけ。なるほど、確かに。だからとりあえずはその裁判の弁護人がどういう対応するつもりなのか気になってるみたい。それで私に様子を見てこいだって。あくまでも沙織の友達として非公式にね。そういうことか。よう来たな。そろそろだと思ってた。真冬、あなたも下で一緒になったんだ。沙織たちをスパイしに来たの。でもそっちも検察の動きを知りたいんじゃない？あなたの目的はそんなことじゃないでしょ。え、八神さんに会えるいい口実ができたとか。もうまさか八神くんが絡んでるなんて今知ったんだから。じゃあそういうことにしといてあげる。なんか久々だなこのやりとり。はいはい。やべ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 。検察ももちろんこの動画のことは調査し始めてる。うん、ただし結論ありきみたいね。偽物？検察は出どころ不明の動画なんかに取り合わないって。なるほど。要は外向けに一応調べたポーズを取るだけってこと。ん？じゃあ江原が三越馬を殺したかも取り調べないのか。事情聴取もなし。事情聴取ぐらいすれば、だって10月7日に江原が痴漢してたってことは裁判で証明されてる。確かに。だからこその有罪判決でしょ。だとしたら江原にその朝まで生存が確認されてる三越馬を殺すのは不可能。ああ、じゃあおかしいのは殺人動画の方だってことになるよね。おかしいってどういうことだよ。つまり検察はその動画自体を疑わしいと言いたいの。合成なのか CG なのか、とにかく誰かが捏造したまがいものに違いないって。
へえ。それを主張してるのは江原の痴漢事件を担当した検察官。どんなやつ？高野という検事です。卑劣な痴漢に厳罰を与えるべきだと熱弁を振るっていました。江原が現役の警察官であるならなおのこと、彼は世間の声を後ろ盾に正義を執行すべきだと。勇ましかったですよ、あの検事。法廷では気分良さそうに江原を責め立ててました。要するに高野検事にとって江原が痴漢をした事実に疑いはない。だからその事実と食い違う殺人動画はまがいものでしかありえないってわけだ。ええ、公正に審理された結論はネットの動画なんかで揺るがないって。まあ確かに出たばっかの判決がコロッと変わっちまうんじゃ、司法への信頼は地に落ちる。知見も判決を出した裁判所もその高野君の言い分に乗りたいだろうな。けどそれは臭いものに蓋してるだけです。そう、しかもその動画をまがいものとするって検察の方針のせいで警察まで動きづらくなってるの。なんで？関係ないでしょ。警視庁も神奈川県警もね。ん？どういうこと？彼らは殺人動画が絶対に本物と断言できないうちはもう江原にタッチしないんですって。今三越場殺しについて江原を取り調べたりしたら捜査機関まで痴漢の有罪を疑ってるってことになっちゃうから。なるほど。いやでも本物と断言できないうちはって。ええ、ネットの映像が 100% 加工されてないなんて証明のしようがないです。無理だよね。それで江原にタッチしないってことはつまり江原はまんまと殺しの容疑者リストから外れたってことじゃないですか。うん、捜査員たちもみんな納得いってないみたいね。特に神奈川県警は。ナミさんめっちゃキレてたよ。江原以外にも容疑者を探してるみたいだけど現場は完全にやる気なくしてるって。妙な展開になってきたな。あの殺人動画はかえって江原から捜査の手を遠ざけたみたいだ。複雑。こないだまではどこが江原を取り調べるかで手柄の取り合いだったんだけどな。殺人動画のおかげで状況がひっくり返ったわけか。仕方ねえのかもな。刑事たちは公僕だ。お上の出した有罪判決をおいそれとは疑えねえ。もしどうしても疑うってんなら立場上それなりの根拠がいる。確かに謎だよな。検察や司法のメンツのために誰も事件を追及できない。これでもし江原が本当に三越場を殺していたとしたら完全犯罪だ。ねえ、法の敗北です。絶対に見過ごすわけにはいきません。なるほど、法律を負けさせようとしてるんだか。こいつは法には放送会をまとめて敵に回す覚悟がいりますね。な、余裕だろ。そんな、おじけづきやがって。違いますよ。こんな事件を扱えるのはここにいる僕らくらいだって言いたかったんです。なるほど。言うじゃねえか。男だね、星野君。骨があるぜ。多分俺らは心のどこかでずっと江原をたかが痴漢と見てた。でもあいつは今のこの状況を計算づくで用意してた節がある。すごいな。これ以上コケにされてたまるか。言いたいことは伝わったみたい。もう帰るね。私にも何かできることがあったら言って。全然できるよ。今はとりあえず十分だ。おかげで助かったよ。ありがとう。うん、それじゃ。相変わらず可愛かったな、真冬ちゃん。お前、より戻さねえのか、タボ。そういうんじゃないから、俺ら。ずっと言ってるけど。沙織さん、また江原に会いに行かない？殺人動画が本物かどうか、直であいつにぶつけてみたい。ええ、そうですね。私もそう思って。あ、電話が怖い。電話が怖い。なんですか？拘置所からです。今、江原のいる。え？もしもし。ええ、城崎です。江原？ああ、いえ、大丈夫です。拘置所から電話って。何ですかね？江原が死んだとか？わかりました。
わざわざありがとうございます。違いそうだな。拘置所の職員さんでした。江原から私たちへの伝言を託されたそうです。伝言って？それがもう弁護人との接見には応じないと。いやもうなんだって。やられた。来るだけ時間の無駄とも。どうやら江原は拘置所の中にいながら状況をすべて把握しているようですね。どうやって？どういうことですか？多分だけど、例の殺人動画を昨夜ネットに流すってことはあらかじめ決められてたんだ。なるほど。江原もそれを仲間たちから聞いていた。ってことなら、これから俺たちが接見に向かおうとすることも予想できる。ええ、私もそう思います。それは現役の警察官ならではってことですかね。なんという。やってくれるな。面白くなってきやがった。なあ、タボ。ああ。けどさすがに出鼻をくじかれたな。そうですね。今真っ先に話を聞きたいのが江原なのに。こうなるとどこに手をつけたらいいか。ん？おいおい、江原に会えなくたってやれることはあんだろう。何ですか？例えば。それは今うちの沙織君が答えてくれる。なんだそりゃ。私がまず気になるのは、三越場を殺害したのが動画の通り江原本人だったかどうかです。確かに。でももう調べる余地がない。時間というアリバイがある江原に三越場は殺せないはずでした。ねえ、でも殺人動画はその前提を根底から覆す内容です。ああ、つまりそのアリバイか殺人動画かのどっちかが作り物ってことになる。殺人動画、痴漢のアリバイ、殺人動画、俺らが今疑うべきはどっちだ？え、当然、あ、両方とも真実いける？いや、両方とも、いや、俺も両方とも真実かなって思ってるけど、だから、アリバイは確かにあって、殺人動画というよりかは、あれでしょう、多分死亡推定時刻が間違ってる説があるんじゃないかな。両方とも真実。いや、もしかして両方とも真実ってことはないか。痴漢のアリバイも殺人動画も。ですが、例えば殺人動画が本物であれば、江原は横浜で三越場を殺害した後、わずか13分で池袋駅にいなければなりません。偉人町から池袋までだいたい30キロぐらい。時速140キロで移動すれば行ける。どうでしょう。江原は帰り血を浴びたレインコートを着替えてますし、13分という時間はもっと短く見る必要があります。まあ当然。しかも通勤ラッシュ時に都内での移動です。現実的とは思えません。うん、よし、いいぞ。両方とも真実っていう可能性は忘れて良さそうだな。大きな前進だ。お前、何でも前向きにはいいってもんじゃねえぞ。誰が三越場を殺したにせよ、相反する2つの事実、今俺らが疑う、両方とも真実じゃないってことは、痴漢のアリバイが偽の可能性は俺ない。で、1時間物色したってのが気になるな。そこで誰かと入れ替わってる説ない？なんか1時間物色したんでしょ、女の人。殺人動画、いや、でも殺人動画だと思います、僕は。殺人動画の映像には何かしら加工されてるはずだ。犯人の姿に江原の顔を合成したとか、全部 CG だって可能性もある。え、痴漢のアリバイが偽？殺人動画の方を疑うということですね。だとしたら何をどう調べりゃいいんだ。そうだな、そいつはつくもが頑張って調べてくれるだろうから、俺らは別の可能性を疑ってみるか。すると答えは一つですね。え、痴漢のアリバイが偽なの？嘘。俺マジでここにたどり着けてない。え、そんなわけなくね。だって駅の痴漢とか操作するの無理でしょ。俺は痴漢事件をもう一度疑ってみたいな。裁判で有罪判決が出た時、誰もこの痴漢騒ぎが
殺しのアリバイになるなんて予想もしてなかった。そして江原に仲間がいることも真理の材料になかった。分かった。え、そこにアリバイ工作をされる余地があったかも。普通ただの痴漢に裏の意図があったり協力者がいたりなんてまず考えないし、証拠も殺人事件ほど念入りには調べない。でもあの痴漢事件の一部始終は防犯映像で撮られてました。物証だって十分揃ってます。ええ、ならその全てが本当に間違いなかったか一つ一つ確かめないと。じゃあどうします？また現場の駅へ行ってみますか？実際に事件があった時間帯に行ったらまた何か違う発見があるかもしれません。いや、あの現場で見られるものは全部見たと思う。なるほど。沙織さんが言うように証拠を見直すのは今ここでできるよな。何か気になる証拠はありますか、八神さん？ある。もし江原のアリバイが偽装されたものなら証拠のどこかに細工の跡があるかもしれません。痴漢事件を見直してみよう。江原のアリバイ偽装に使われそうな証拠は、これですね、おそらく。で、ちょっと待って、これとか顔が見えないじゃん、よく。これもこれはな、どうとでもなる。微物検査どうしたんだ、わからん。微物検査どうしたんだ多分これなのよ。ここに四角があるじゃん。だから四角があるから、こう痴漢したのが偽物で、この四角でなんか入れ替わって、江原とその痴漢したやつが入れ替わって自分が捕まったみたいな。ただ微物検査どうしたのかマジでわからん。いやー、でもこれを突きつけるしかない。この証拠がちょっと引っかかるんだけど。新宿駅のホームですか、その俯瞰図。痴漢事件はほとんどが防犯カメラで映ってるけど、この点線になっている矢印んとこは映像で残ってないはずなんだ。少しだけどカメラの死角があったってこと、星野君と現場で確かめた。うん、なるほど。ここに死角があったとしてどうなります？まず思い浮かぶのは江原にそっくりな替え玉を用意してのすり替わりかな。本物の江原は7時半に偉人町で三越芝を殺して新宿駅に向かう、そして9時過ぎに痴漢をした替え玉と入れ替わって取り押さえられた。それはつまり新宿駅のホームには江原が2人いたということですか？そういうことですね。そうで、痴漢をしてた江原のそっくりさんの方は人混みに紛れて消えたんだ。いえ、そうなると本物の江原は被害者女性に痴漢をしていないということになりますよね。まあね、うん、微物検査がわからん。でも実際には警察が江原の手から被害者の下着と完全に一致する繊維を検出しています。微物検査か。ええ、なので江原が被害者を触ってた事実はどうやっても動きません。うん、被害者はじゃあ違った膝まであるスカートの裾から手を入れられていたんです。でもどっかで入れ替わってると思うんだよ。それも電車が池袋を出てすぐに新宿駅までの6分間ずっと恐怖を感じていたそうです。被害者はどんな感じの人だった？被害者とも来る？会社員なんですけど、6歳になる男の子がいます。夫は工業デザイナーで共働き、名前は間宮結衣さんと言います。年齢は30歳。子持ちの OL さん。間宮さんに事件当時の状況を聞けば映像に残っていない部分の情報を補えると思います。それに江原がアリバイ工作をしてたかもしれないと明かせば、彼女にも何か新しい気づきがあるかもしれません。ということは江原以外に当たれる人を見つけたかな。なるほど。そうですね、わかりました。少し時間をください。間宮さんの住所とプロフィールがどこかにまとまってたはずです。間宮さんって話してくれる？でも相手は痴漢事件の被害者です。そうだよね。加害者を弁護してた私たちを歓迎してはくれません。うちはカムロ町の探偵だぜ。歓迎されねえのには慣れてるなあ。ああ、そうだ、海藤さん、少し時間ありそうだし
飯でも食いとこうか。そうだな、言われてみりゃ腹が減ってきた。よし、じゃあね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。驚きの結末ですね。殺人、そうか、痴漢のアリバイを疑いもしなかったな。でも俺多分さ、あの点線のところで入れ替わった説を押したいんだけど、どうだろう、どう思います皆さん。でも微物検査どうにもできないよな。マミヤさんともグル、何人がかかってんの。じゃあマミヤさんがグルだとして、ちょっとごめんなさい、じゃあちょっとお話だけ聞きます、それで終わろう。お前やっぱり弁護士に戻ってもいいんじゃねえか。探偵影も悪いとは言わねえがよ、お前が来るとやっぱ少し活気が違うんだよな。なるほど、まあ、ごめんなさい、ちょっと多分探偵をや、あの弁護士をやる気はないですね。痴漢被害者のプロフィールがどこかにまとまってたはずなので、少しお時間いただけますか。海藤さんとお昼をどうぞ。なるほど。僕は食事はいいです。法廷に出ない日はいつもお弁当を作ってもらってるんですよ、母に。ちょっとマザコンチックだな星野くんは。よし、じゃあね、今日この辺で終わりにしたいと思います。ちょっと気になるところが多すぎますね。まあ、次回もすぐやっていきたいと思いますので、よかったらね、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた、ごきげんよう。